ったく、君みたいな女の子初めてだよ。動くリゾートホテル、クルーズ船ツアーにイケメンと仕事で行くって緊張感がバグりそうだよね。こんにちは、今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのは檜山隆臣本編ストーリーです。情報屋レベルのリーダーで檜山不動産の社長でもある彼が、濡れ衣を着せられている薬物事件を檜山さんの親戚のふりをして一緒に解決していきます。大谷羽鳥に渡されたチケット片手に向かうパーティーには何か裏がありそうです。早速ご覧いただきましょう。どうぞ。檜山さんの敵がたくさん来るパーティー？物騒な話。檜山一人じゃ不安なんだよね。でも俺たちが行くと露骨に警戒されるだろうし。ざっくり言うと、競合他社とか過去に情報を奪い合った相手が多い場だな。檜山は欠席をあらかじめ伝えた上で急遽参加する予定なんだよ。まあそこまでして参加するメリットはないパーティーなんだけど。あ、じゃあ。そう、何かと檜山の孤立を画策しているらしい。ルシファーの密輸犯にも。その動きは意味のあるものに見えるはず。パーティーの数日前、例のクラウドにあえて情報を流出させるつもりなんだ。まあ敵を泳がせるためのクラウドね。時間が取れそうだから行くことにしたってね。全ては檜山さんに濡れ衣を着せた犯人を炙り出すため。3人の言葉の節々から強い意志が伝わってくる。参加しないと決めていた戦場パーティーに檜山さんが突如参加する。これを機にルシファーの密輸犯が動くかもしれない。まあ内部を疑ってるんじゃないのかっていう動きを見せるってことね。見せ玉として。だった数日で相手がどこまでできるのか、お手並み拝見ってところかな。なるほど、泳がせるんだね。犯人の出方を伺うには確かに効果的な手段だよね。揺さぶりをかけるわけだ。その分危険も伴うけれど、まあ、リスクはあるよね。さあどうなっていく。君の振る舞いで素性がバレたら許さないから。はい、あくまで親戚のふりとしてね。アーキー、あんまり脅すなよ。戦場パーティーって時点で注意が必要なのは分かってるだろうし、何かあってもすぐに助けが出せませんよね。船が出航したら港に戻るまでは完全な密室状態になる。その分敵も動きやすくなるし、ある意味チャンスだけど、まあだからこそ来るだろうってことね。敵をおびき寄せるための作戦。檜山社長、うちの会長がぜひご挨拶をしたいと。初めてお目にかかります。大噂は金がね。本当ですか？いや恐縮ですな。船が出航してすぐメインホールに入った檜山さんは多くの招待客に囲まれていた。男性ながらパーティーの花って言葉がピタリと似合うな。それにしても、お嬢さん。はい、ご挨拶はお済みになりましたか？差し当たっては。疲れていないか？いたわるように腰を抱かれ、営業スマイルが剥がれそうになる。大丈夫ですよ。そうか、少し顔が赤いようだが。後ろが開いたドレスのせいで手袋越しとはいえ、檜山さんの感触が直に伝わってきて。まだこの雰囲気になれなくって。それより正直意外と言いますか。お？周囲に人がいないことを確かめ、少し声を潜めて続ける。拝見している限りでは友好的な方ばかりですので。敵ばかりって聞いていたからね。社長？人はいくらでも取り繕える。お嬢さんはもう少し他人の裏を疑っていい。え？表向きは友好的な人間が裏で足を引っ張ることなど珍しくもないだろう。それはまあそういう世界ですよね。ビジネスは裏切り、偽装、嘘。マトリの捜査官として事件に向き合う中では確かによくあることだ。ただ私にとってはあくまで裏社会の話であって、
社長はそんな世界で生きてきたんですか？まあビジネスの世界、雇われの立場だとあんまり感じないかもしんないけど、社長ともなるとそういうのも感じるかもね。今話すべきことではないな。甘い声で耳元でささやかれ、動揺が悟られないよう背筋を伸ばす。飲み物を持ってこよう。少し待っていてくれ。そう微笑んだ檜山さんは近くのウェイターに歩み寄っていった。裏を疑えって。おっと、無意識に引いた足が軽く誰かにぶつかってしまう。こうやって離れた時に何か起こりますよね。あ、すいません。失礼しました。ここで出会うんですね。ロシアの猟犬。あなたは？ああ、バーでお会いした女性ですか。すいません、雰囲気が変わっていて驚きました。うん。切磋琢磨する関係性という意味では、仲間も集うような内輪のパーティーに潜む本当の意味での敵は、やっぱり彼なのでしょうか。図らずも再会したのは、以前ナンパから助けてくれた男性だった。親切のふりでね。いえ、今日のドレスは自分でも別人に思えますから。正直な方だ。この笑顔に騙されちゃいけませんよってことなんですかね。そこは自覚していますので。それにしても声をかけてもらって嬉しいです。また会えるなんて縁でしょう。確かにものすごい偶然ですよね。どちらも政財界の要人が集まる場です。おそらく私たちは同じような立場にいるのでは。私はそんな大したものではありませんが。客層が被っているなら普通にあり得ることなのかな。どうなんでしょうね。でもさっきの檜山さんのセリフが蘇り、言葉を続ける。改めてあの時は本当にありがとうございました。きちんとしたお礼もできませんでしたし、お名前を伺ってもよろしいでしょうか。私はイヴァンと言います。あなたのお名前は？イヴァンさんですね。ようやく明らかに。予想以上にあっさり返されてしまった。うん、口をつぐむかなと思ったんですけどね。私は。お嬢さん、どうした？おや、あの時の待ち合わせ相手ですか？あなたは？以前ラウンジで助けていただいた。ああ、あの時の。きっと最初から分かっていたよね。でしょうね。檜山さんは高揚に片手を差し出し、イヴァンさんに歩み寄った。失礼を申し訳ない。檜山隆臣と申します。もしかして檜山グループの？ご存知ですか？光栄です。日本で仕事をしていたら檜山グループを知らない者はいませんよ。まあ大きな不動産グループですからね。イヴァンさんは何のお仕事を？貿易コンサルタントです。今はフリーランスで。そつがない笑みを浮かべた彼はすぐに名刺を差し出した。イヴァン・ナザーロビチ・ヌレーフ。これはフルネームを覚えられる気がしない。テストに出さないでねってやつだね。ロシア系の一族ですか？そのあたりの血も混じっているとは聞いていますね。つまり正確な出自は明かさないと。ビジネス上今は様々な兼ね合いがありますから、悪印象を与えたくないんです。まあそのなんか気持ちもわかるけどね。ん？まあ平等に見るとだけどね、公平にね。檜山さん、なんだか様子が。なるほど、それではロシア語の挨拶だけ頼みませんか？というと？触りだけですが勉強中なんです。おっと、実況者泣かせ。これ調べますね。プリヤートのポーズのコミス、はじめましてという意味らしいよ。オーシェンプリヤートな、非常に素晴らしい、ベリーグッドってことね。お上手じゃないですか。いえ、それほどでも。素人からすると檜山さんも十分流暢だけど、ロシア語発音難しいからね。自分も再現できたかわかんないけど。またぜひゆっくり話したいです、檜山さんともお嬢さんとも。ええ、機会があれば。ぜひ。お嬢さんって。
さっき檜山さんがそう呼んでたからか。なんだか檜山さん以外に呼ばれるのは慣れてなくてそわそわしてしまう。イヴァン、ちょっと来てくれるかしら。はい、ごめんなさい、失礼します。お嬢さん、せっかくなので名前を教えていただけますか。檜山ゆいと申します。ゆいさん、かわいい名前ですね。そういうのをさらっと。ではまた会いましょう。海外のノリなんですかね。社長、デッキに出て話そう。檜山さんはすぐに私の肩を抱き込み、甲板へと歩みを進めた。外は少し風があって、私たちの他には誰もいなかった。照明の抑えられたデッキからは、海岸線沿いに夜景が輝いているのがよく見える。檜山さん、イヴァンさんに何か？グソガキが彼に出会った直後、レベルで彼の素性を調べた。あ、そういえば。そんなこともありましたね。最初にクソガキに絡んだ男二人と、その後に声をかけた国籍不明の男、それぞれオーナー経由で素性を探った方がいいな。今はそこまでやるべき事態ってこと。うん、まあ身内を疑うようであれだけどねっていうね、会員制のバーなのにってところですが、結果バーに登録した個人情報、本名に職業は全て今回の名刺と一致している。もっともこの情報が正しいとは限らないが、まあ設定を貫いているだけとも言えるよね。そこまで疑う理由がイヴァンさんにあるんですか。クソガキに声をかけた男二人は順に会員制のバーを退会した。イヴァンさんは退会してないのかな。同時ではなく数週間ずつ間を空けているかな。そして彼らの入会時期は檜山グループに嫌疑がかかる少し前の話だ。それは偶然にしては気になりますね。さっきイヴァンさんと出会ったのは偶然ですねってやり取りしたのにね。あくまで可能性の話だかな。イヴァンの登場を含め誰かが筋書きを書いていてもおかしくない。その誰かはルシファーの密輸犯ですか。まあ、このルシファーが今回追ってる違法薬物ね。断定はできないな。今の話に証拠は何一つない。より踏み込んだ調査が必要だ。まあイヴァンさんを疑い切る理由はない、感覚的な話ってことね。それならイヴァンさんを警戒しているように見えたのは、あの男は初対面の時からやけに引っかかった。私の顔を一別し、檜山さんは肉上の明かりに視線を向ける。まあ、この辺を見抜いた上で話を進めてる感じだね。他に不審な点があったんですか。いや、単なる違和感だ。まあ、経験上ってことか。私が接触した限り何も感じなかったけれど、マトリ的には感じなかったと。なんだと思う。ということは檜山さんの個人的な記憶に関わるものではないだろうか。なるほど。見覚えがあったとかでしょうか。近しいな。正しくは聞き覚えだが、ついさっきロシア語で話をして気づいた。挨拶をしたのにそんな意味が。意味のない行動は取らないんですね。お嬢さん、もっと近くに。はい。どう考えても恋人同士が見つめ合う距離に詰められ、ドキリとしてしまう親戚設定なんですけど。見事な夜景だな。そうですね、いい雰囲気。急にそのまま肩を抱かれ、寄り添った私たちは夜景を眺めたまま。あのイントネーション、あの声には聞き覚えがあるな。かつて服部がよく通話していた相手だ。一度だけ声を漏れ聞いた。服部さんが？つながりあったんだね。おそらくだが、あれは服部の S をやっていた男だ。 S、 情報提供者ね。 S、 スパイの頭文字。警察やマトリが個人で非公式につながりを持つ諜報員を指す。性質上裏組織と関係の深い人物もかなり多くて、基本的にその存在は秘匿されているって先輩方に聞いたけど、電話越しに声を聞いたことが。
ああ、融通が利くと言って、服部が昔重宝していたロシア語を話すエースがいたのは覚えている。俺も一度だけ興味本位に踏み込んで接触を試みたんだ。結果はロシア語で一周されて終わったかな。服部さんが重宝するエースがイバンさんだとしたら、ますます一連の出会いはできすぎている気がしてしまう。まあ、警察から重要参考人って話があった直後だもんね。今回のことで服部さんが何か動いておられるんでしょうか。どうだろうな、最近そのエースとは会っていない様子だったが。そういえば夜の庭で檜山さんと服部さんの会話をうっかり盗み聞いてしまった時、ロシアンマフィアは簡単に尻尾を出さないとか、猟犬が逃げたとか、なんとか近いうちに話を聞く。ただ素直に話すとも思えないな。まあ性格上そうかもね。マトリとして私がもっと服部さんから情報を引き出せればいいんですが、それは俺の仕事だ。まあ情報屋だからね。現にお嬢さんも一度夜の庭で話を聞いていただろう。まさかあの時バレてたんだね。視界の隅に愛らしい髪先が映ったからな。服部が気づいたかはわからないが、まあ、気づいてそうだけどね。恥ずかしすぎる。捜査官の端くれとしてどうなんだろう。まあこれがね、事件の捜査だとしたらバレバレだったってことになっちゃうからね。お嬢さんが聞いていてもいい。そう思ったから今まで黙っていたんだ。気を悪くするな。ふわりと再び肩を抱き寄せ、檜山さんが歩き始める。まあバレたのが味方でよかったけどね。やわくけれど逃がさないとでも言うように距離を詰めたまま、一度部屋に戻ろう。思ったより風が冷たい。何か羽織るものを用意させる。手袋越しでも伝わってくる檜山さんのぬくもり。自分の肌が随分冷えていたことに今更ながら気づく。ありがとうございます。でも室内に戻れば大丈夫ですよ。いや、可愛らしい姿が隠れてしまうのは残念だが、風邪をひかれては困る。この状況でそんなこと言う？さらっとね。触れ合った体を意識し、つい甘い言葉に照れてしまう。おお、ここで選択肢。褒めても何も出ませんよ。ドレスのことか。いや、それほどでもの3択ね。まあ気質が違うのは真ん中かなっていう気はするよね。その褒め言葉を素直に受け止めるのが上と下、まあ真ん中だけ気質違いかなっていうところですけれども、皆さんはどれだと思いますか？まあ、この実況ではね、ハッピーエンドに向かう選択肢というのを優先的に選んでいきます。手元にノートパソコンあるんでね、攻略サイトの力も頼りつつやっていけるんですが、うん。まあ、真ん中でいいんじゃないかなって気はするけど、まあ、謙遜ではあるけどね、どれもね。でも真ん中が一番気質違いじゃない？なんかその的を外す感じがね。じゃあ真ん中でいきましょう。答えは、お、合ってました。ドレスのことか。あ、ドレスが、ですよね。このドレスは正直少し目の毒だな。お、どういう意味？は、い？今日のデザインは人に見せるより独り占めしてめでたい類のものだろう。次からは俺も見立てを確認しよう。お嬢さんの姿は万人に安売りして見せるものじゃない。ちょっと何言って？独り占めしたいみたいに聞こえちゃうけどね。なんかそういうつもりで言ってるようにも見えないけど。お？また顔が赤いな。やはり少し疲れさせたか。これは早く中へ入ろう。檜山さんは優しく微笑み、あろうことかさらに密着してくる。エスコートなんだろうけど、もうイチャイチャタイムですね。早まる鼓動はあまりにも見上げた横顔が整っているせいだろうか。本当にそれだけなんだろうか。港近くのホテルにレベルが部屋を取っている。帰港後に人目を避けて集まる予定なんだが、お嬢さんも来てくれるか。はい。檜山さんにとっては何気ない発言で、エスコートするなら当然の距離感で。私だけこんなに緊張しているのが伝わったら。あの、檜山さん。あ？もう
社長呼びも忘れて。突然強い海風が吹き、髪やドレスの裾が巻き上げられる。うちょわ、もうマリリン・モンロー現象。とっさに押さえたところで指が引っかかり、耳元でパチンと音がする。あ、まずい、ピアスが外れ。転がり落ちたそれを追い、図らずも檜山さんの腕の中から逃れる。けれど安堵する暇さえなく、拾い上げたピアスは、ダイヤモンドが取れてる。神楽さんからの借り物なのに怒られるよ。あのダイヤが。大丈夫か、それぐらい買ってやるよくらいのテンションですかね。あそこだな。幸い小さな石は海側ではなく船体に寄っていき、半開きのドアに吸い込まれていった。噴出ではないんだね。あら、怪しい場所。宝石が転がり込んでいったのは人気がない小部屋だった。扉がこれ以上開かないな。うわ、暗。そうだ、スマホで足元を照らせば。照らされる範囲はごくわずかで、たまにコードらしきものが見えるだけ。これは骨が折れそうな。待て、排煙室のようだ。むやみに奥へ入らない方がいい。スタッフに探させよう。まあそうだね、怒られちゃうもんね、勝手に入ったら。あ、そうですよね、すいません。いや、こちらこそすまないな。お嬢さんを連れてきたのは早計だったかもしれない。うん、なんかこれは後悔してるみたいな言い方だね。え？厚いドアの内側に立ち、漏れ出る光を見つめる檜山さん。まさかすでに服部のやつがお嬢さんに接触してたとは思わなかった。考えていた以上に事態は急を要するかもしれない。今のところ私は被害を被っていませんし、そもそもさっきの会話だけで正体を見抜けた檜山さんはすごいですよ。まあ普通の人なら気づかないよね。本当に服部が手なずけていた S なら、そう簡単な出会いじゃない。え？どうしたんだろう。なんか顔の半分だけ月光で照らされる姿がいつもと違って見えて。レベルも交えて後で話す。はい。お嬢さんはスタッフを呼んできてくれ。俺は万一の盗難に備えてここに。ああ、いい夜だな。あなた飲みすぎですよ。あ、え？振り返ると檜山さんが何かに押されたようによろめくのが見えた。やっぱり。顔つきがいつもの堂々とした感じと違う。それが私が見た最後の表情で。え？うわ、真っ暗。重い音が響くと同時に視界が完全に閉ざされる。檜山さん、大丈夫ですか？え？今。檜山さん？握っていたスマホのライトをとっさに再びつける。細い光の先には、まるで迷子の幼子のようなひどく頼りなげな表情があった。らしくないね。体調不良なんかな、檜山さんと不穏な展開を迎えそうなところではありますが、今回はここまでにしておきましょう。終盤のイチャイチャ感さえも忘れそうになるほど場面の移り変わりが激しかったけどさ、やっぱりロシアの猟犬イヴァンの存在が際立つ回でしたね。服部さんとの距離感も気になるところだし、まさか服部さんは味方だとは思うけど、どうなっていくのかね。この小部屋にルシファーが隠されていて、さらに濡れ衣が分厚くなるような展開にならないといいけど、とかいろいろと思うところはありますが、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願い
いたします。